176通目でございます。南区富合町 H 様。あの、100年仏壇購入お喜びの声、はがき、感謝申し上げます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職なかった後でございます2023年9月の26日火曜日ですね5時57分え、外はですね今日ちょっと暖かいっていうかですね蒸し暑いえ24度朝動画でございますもうありがたいことにこれ176通目になりますたくさんのですねこんなにたくさんこれ購入いただいたお客様からの喜びの声はがき こうやって見るとやっぱ嬉しいですね。本当にありがたいです。もう宝でございます、えー。南区富合町、H 様から、あの、直筆のお喜びの声、ハガキいただいております、えー。感謝申し上げます。お世話になりました。いつも心のこもった絵手紙、えー、感服して拝見していますあ。ありがとうございます。あと私はあの、購入いただいたお客様にですね、ハガキを出すもんですからね、そのお礼のハガキですね。 朝晩、主人に手を合わせています。手早い設置に感謝しました。えー、ますますのご活躍、お祈り申し上げます。はまあ、ありがたいお言葉でございます。もう本当にありがとうございます、まああの。こちらこそですね、当店からご注文いただき誠にありがとうございます。あのこれからも一生懸命頑張っていきますのでね、しかしも何よりのこれ励みになりますよね。 おお客様のこの H 様ののののここ人柄がこの字に出てらっしゃいますねはいあのこちら金箔が吹いても剥げない百年仏壇輪島漆器の技術を生かしてですねよっこらしょ私の先代の父初代社長永田隆がですね真心を込めて発案制作したお仏壇でございますのであのこれは必ずですね皆様のお気に召される素晴らしい財産になると思います。 私はそう確信しております。で何よりもですねお客様からこうやってたくさんのお喜びの声はがきですねあここに置いておりちょっと一瞬どこにハガキ置いたかなと思ってしまいましたこういう形でですねこれが何よりの証かと思います証明だと思いますので一つ皆様よろしくお願い申し上げますはいここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運は天 お祈り申し上げます。